おはようございます。おはよう。お疲れ様です。はい、二文字ですよ皆さん。いいですか。はとかよとかうとかじゃないんですよね。ほいとでもいいんですよ。おはようでも、人なら人なりの言葉を発してほしい。おはよう。サプリくんじゃないですね、どう見ても。はい。で、俺ね、ちょっとね、最近さ、半袖半ズボンで、まあ、外で歩いたりとか、まあ、部屋で過ごしてるんだけど、まあ、部屋は暖房つけてないんだけどさ、最近この160キロのデブ、寒さを感じないと思っていたんですが、寒いです。いやー、ちょっと寒く感じましたね、いよいよ。はい。肌寒いというか、これはね、もうちょっと長袖長ズボン着なきゃいけないのかなと思っております。寒い、みんな大丈夫？寒くないですか？あのね、半袖半ズボンで俺行動するんだよ、外出歩く時も。だから、まあ街中ではすごく注目の的にされる。ってなるよね。みんな驚いて二度見するよ。余裕で寒いよ。あ、そうなんだ。まあ僕もね、寒いんですけれど、まあまあ、でも、皆さん、今日はね、まあ炎上ニュースやるってことなんで、熱い炎をね、浴びながらね、頑張っていきたいと思います。はい。あとね、今日もね、ションベンがね、貧乳でした。6回、7回ぐらいかな。昨日の夜、まず、寝る前に1回。で、1時間に1回。それが、3回ぐらい続いたな。だから、5回ぐらいか。やばいっすね。もう本当に、チンコが壊れるんじゃないかなってぐらいしょんべんしてます。マジでね、頻尿が多い。これもちょっと本当に余裕来てるなと思ってる。あまりね、しょんべんしすぎると、尿結晶できて、ね、痛い痛いチンチンになっちゃうんで、そこら辺がちょっと嫌だなっていう。ね、あと糖尿病の可能性もあるしね。ちなみに、もうね、しょんべんしすぎて、透明です。はい。もうほんと水分だけが抜けてるって感じかな。泡っていうのはさ、みんなさ、トイレしたら泡出るじゃん。だから俺も泡出るんだけれど、そんな派手な泡じゃないね。出ない時と出る時がある。わかんないんだよね、この泡が。はい。まあちょっと気持ち悪い会話でしたね。すいません。あと俺の近況報告はそこまでかな。まああとはそうだね。今日は29日でもう月終わりですよ。はい。もう12月入るってことで、もう、今年終わっちゃいます。だから皆さんも、体を壊さずにね、今年仕事やり終えて、立派なね、正月休みとね、クリスマスをね、過ごしてほしいなと思っております。まあそんな感じかな、俺の近況報告は。あと他になんかあったかな。まあまあ、まあとりあえず、今月は本当にお世話になりました。はい。リスナーさん、これからもね、元気よく放送やっていくんでよろしくお願いしますね。いいからニュースやれよ、デブ。まあ今日金曜日ということで、明日が休みの方も多いと思うんでね。まあよければ見てってください。ねえ。病院は行け行けって言われてるんだけど、その病院を行く、その部分に関しては、行きたくないんだよ。それなぜかっていうと、はっきり言うけれど、俺はめんどくさいから。病院行くのってめんどくさいじゃん。検査するのも怖いとかじゃないんだよ。だから行きたくないって感じかな。そんな薄っぺらい会話いいんだよ。早くやれよ。まあそんなコメント書かれてないんだけど、まあそういうふうに思っている人たちいるなと思って、今自分で作った言葉なんですけれど。じゃあやっていきますか。はい。じゃあいきます。おはようございます。
ガッチニュースキャスターのホモリです。この